はい、ということで思い切り前回の続きでございます。全然変わってない。一応まあね、タート取れたには取れたんですけど、どうでしょうか。でまあこの辺のね、細々としたところもやっていかないといけないんですけれど、先にちょっとねやっておきたかったボンネットの部分ですね、こちらもしっかり取っていこうと思います。でここね、ウォッシャー液が出るね、このノズルの部分がね出てるんですけど、ここもね容赦なく一緒に磨いてちゃって大丈夫です。なぜかっていうと、ここはあのウォッシャーノズルの部分っていうのはね、黒で塗装したいっていうのがあるので、最悪剥げてしまっても後からチョーンって色をね塗ってあげれば OK になりますので、やる必要がないですよという感じです。あ、ちょっと待ってよ、これ思ったんだけど、あ、まあいいか、ごめん。あのこのね、このマークのところ、これってどうだったっけと思っちゃった。どうだったっけ、これ多分あれなんだよね、あのイニシャル D の仕様だったら多分映ってないと思うんだよね。ないものになっちゃってる気がするんだよな、なんかそんな気がする。やりながら調べることができないので、まあ見送ろう、うん。でも意外となんかこのウォッシャーノズルの部分こうやって磨いてるけど、なかなか剥げてこねえな。でもあれだよね、多分このパーツが黒いから剥げてきてもわかんねえんだろうな。そういえば今日蜂の駆除をしたよ。それ蜂の駆除っていうとちょっとすごい大げさに聞こえちゃうけど、会社に蜂の巣を作ったのか作ろうとしてるのかわかんないんだけど、もうこんな時期だよ、もうね何十匹か飛んでて、うわこれどこに巣があるんだろうとか思って、まああのよくある本当にちょっと黄色いやつでさ、あのちょっとちっこいやつ、ちっこい蜂、あれだから今日あの薬局行ってさ、マグナムってやつ買ってきてさ、ブシャーって吹いたら全滅したけど、巣が見つからないからね、ちょっと不安なんだよね。巣のもうね、なんかこう一体にこう飛んでたの、ボワ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 。だからいやこれちょっとやべえかなとか思って、巣を作られたらね、近隣住民の方にね、あの迷惑になって、まあねクレームなんか来てからじゃ嫌だからさ、クレームっていうかまあ苦情か、だからまあちょっと今のうちにやろうっていう話になって駆除して、まあとりあえずはいなくなったんだけど、ちょっとね今日はね暖かかったっていうのもあって、それでバーバー飛んでたのかなって、でこれから巣を作ろうとしてるのかなとか思ってね、いやー怖かった。まあでもあのちっこいやつは刺してくるのかな、来ないのかわかんないけど、よくあるねちょっと凶暴なさ、クマンバチみたいなのとか、足長バチだとか、なんかスズメバチだとか、なんかよくわからんやつらとはちょっと違う、もう本当にあのちっこいやつらだからさ、まあ刺しては来ないだろうけど、まあ絶対刺さないってわけでもないだろうしとか思って、ちょっとビビりながらやってたけど、だけどあの蜂のなんたらマグナムみたいなやつ、あれジュポーって出したけど、あれ一瞬でなくなるのね、すぐなくなっちゃったよ、強力だったけど。やっぱり匂いするじゃない、あれすごい、なんだろう、ハーブの匂いがするんだよね。まあ多分ハーブの匂いをつけてるのかもしれないんだけど、そのねダイレクトな匂いだと結構ね臭いからみたいな、ハーブの匂いでごまかしてるんじゃないかなともちょっと思うんだけどね。一瞬でなくなったけど、まああれ強力だわ。だからまああれもね、人間も吸わないように気をつけないとさ、ちょっとこれは危ないぞとか思いながらね、がっつり聞いた、一瞬で全滅させたわ。その蜂がすごい出た場所っていうのがこうね、小学生たちが歩くようなところの、まあ、道沿いだからね、ちょっと怖いじゃない、ね、刺されたなんて言って言われるとさ、大事だからさ、蜂はねなんちゃらショックとかあったりするからさ、アナフィラキシーショック、言えと合ってるかわかんねえけど、まあそんなようなねやつがあるから、まあちょっと気をつけないといけないからね。でずっと
ずっとってわけじゃないけど、その巣を探しててよ、なかなか見つからずに結局分かんなかった。やっぱりちょっとこう資材じゃないけど、なんか現場の足場みたいなのが置いてあったりだとかさ、そういう、あとまあなんだろう、パレットが置いてあったりだとか、そういうところだからさ、だいたいそのパレットとかそういうのの下にね、裏面っていうかさ、作りそうなもんだからさ。あ、ちょっと待って、よしよし OK。 そうだからね、よく探したんだけどやっぱりなかったな。できたね、こうゆず肌自体は取れてる気がする。いやそんなことねえな。あ、飛んでった。ゆず肌ってね、なかなか取れないんだよね。こう白くなって一面綺麗に取れたっぽく見えていても、よーく見るとモワモワモワってしてたりするのよ。あー、してる気がする。もうちょっと取ろっか。ちょっとモワモワしてんだよな。ラプロスがもうダメかな。これ前回使ったままのラプロスなんでね。ボンネットなんて一番こうモワモワしてるって欲しくないところっていうか、まあ目につくところっていうか、あんまりやりすぎてもハゲてしまいそうだし、嫌なんだよね、怖いんだよね。どうでしょうか。この前さ、どうでもいい話、ご飯を食べに行ったらさ、もうなんだろう、一口二口ぐらい食べて、もうかき混ぜるだけかき混ぜて、一口二口食べて残して帰るって帰ってった人がいて、って思った。無理してでも食えよとか思ったな。なんかもったいなすぎて、まあちょっと名物的なものだったからさ、まあね、実は口に合いませんでしたっていうのもあるとは思うけどさ、で自分の中でね、ご飯を食べに行った時に残した時って必ず店員さんに言うようにしてるのがあるの。あの、ごめんなさい、食べきれなかったですって言うじゃんね、絶対に言うんですよ自分って。なんかせっかく作ってくれたものをさ残しちゃって、そこでね黙って帰るよりもなんか一言言った方がいいかなとか思って、なんか申し訳ないなっていう気持ちが強くてさ、せっかくね作ってくれて、まあ一応ねお金払ってっていうのはあるけどさ、商売だからさ、だけどそれでもなんかちょっと作り手にね、自分がそうだったら嫌だなと思うけど、ね、ちょっとごめんなさい食べきれなかったですって言って、お金払うとき言うんだけど、いつもまあよっぽどで全部食べちゃうんだけどね、あの美味しくないなって思ったり、ちょっとまずいなって思ったり、なんか合わないなって思っても、食べきれないほどっていうほど。だけどその人はどうもあれだったんだよね、別にそんな一人前のただの量でさ、そう、あと食べれないって分かってたら、たまにそれも言うのよ、自分もお店の人にさ、あのちょっと食べたいんですよって言って、あの料金そのままでいいんで少なめってできますかとか言って言ってさ、そう、そういうのとかね、まあね、フードロスって言うじゃない、やっぱり今問題になってんじゃない。だからさ、なんかちょっとね、食べ物にも申し訳なければ料理人にも申し訳ないなっていう気が、なんか後味余計に悪くなっちゃうなと思って、なんかね、自分の気持ち的にもそうだし、誰もいい思いしてないからさ、なんかそれ見てちょっとって思った。何気に目に入っちゃったんだよね、それが。自分が会計する時の、時の前の人がそうだったのかな。何気にこうふと見たら、あれ全然残ってんじゃんとかさ、そんな感じだったんだよね。ゆず肌取れたっぽいな。ねえ、なんかちょっと一言言ってきゃいいのになとか思いながら。
まあね、どうでもいい話だね、本当ね、うん、食べ物ね、うるさいんすよ、自分が、うん、もったいないもったいないと思う、残さず食うぜ、嫌いなものでも残さず食うぜ、自分が頼んだんだから、で食べきれなかったらごめんなさいっつって言って帰る、食べれなかったですって言って、でもね、言うとね、あ、そうですかって言ってまたお越しくださいって言われるけどね、普通に言われたこともよくあるな、別に、あ、大丈夫ですよって言って言われたりとかね、気持ちよく見せてれるじゃん、気持ちよくというか、まあ、少しでも気持ちが軽く外に出れる、この辺は取らなくてもいいかな、でもよう考えるとこの下ってでも色塗り直さないといけない気がするんだけどかね、あのセミグロスブラックだっていうような気がしないこともない、どうだったかな、これ水をねできるだけこうたっぷりかけてね、あの取ってあげましょうね、あの下にこうね水垂らしますから、まあタオルこうやって引いてるんですけど、あのしっかりやらないと、しっかり水をかけてあげないと、この削った粉でこすりつけていくだけであって、ヤスリの目で削ってるっていうわけではなくなってきちゃうんで、目詰まり起こしちゃってね、しっかりこう水をつけてあげて流してあげるっていうか、昔はだからね、バケツっていうかあの漬物屋のやつね、あれに入れてチャプ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 やってたんだけど、まあ最近じゃちょっとね持ってくるのがめんどくさくてこれでやってるんですけど、まあこれでもなんとかなってるんでいいんですけど、あの本当だったらそういうねバケツに水を入れてチャポチャポこうしっかり流しながらやってった方がいい。でも今思うとこれ、この作業今がギリギリラインなんだろうな、これ冬になるときついからな、寒くてさ手が冷たくて、夏はまだいいんだけどさ、でこの時期のね今日暖かかったから特にいいんだけど、これ冬になるときついんだよな、指が冷えるのよ、最近知ったどうでもいいこと、タラバガニってヤドカリの仲間だった、まあなんとなく言われればそんな気もせんこともないかとか思った、あれヤドカリの仲間だったんだね、カニの仲間じゃなくてヤドカリの方、ヤドカリ寄りなんだとか思いながら、言えないじゃんって思った、タラバガニ食いてとか思いながら、もうなんか最近美味しいカニ食った覚えがねえな、カニ食いて、カニ食いてよ、で一回さ買ったの、スーパーでさカニをさ買って食べたの、もうすごい美味しくなかったの、ちょっと違うでしょうとか思いながらさ、で身をほぐしてカニ玉にしてやった天津飯みたいなやつにねカニ入れてさ、そうしたらまあね残すことなく食べれたのでまあいいんだけどさ、ちょっと違うんだよなと思って、まあ安かったけどとか思いながら、ちょっと食べれば気が済むだろうとか思ってさ、気が済まなかった、逆にこれでそれを解消するためにいいカニ食べたらなんか逆に高いものになっちゃうわ、食べ物ってさケチるとろくなことないんだよね、なんかね、やっぱりいいもの一回ね高とか思うかもしれないけど、そういう今のカニみたいにあのねリベンジなんかしたらもうその時点でもう最初からいや作っときゃよかったっていう風になっちゃうからさ、価格的にね、うん、全然ゆず肌が取れてないな、曇ってはいるけどゆず肌が取れてない、こいつ一体1枚でどこまで頑張る気だって感じだな、まだいけるまだいける、
あ、そう、今週おでん食べたの、作って、味噌煮込みおでんですよね、愛知県らしいね、うまかった、幸せを感じたよ。1日目はやっぱりね、味がそんなにしみしみしてないからさ、大根とかね、ね、ジアンドカズのメンバーに送っちゃったよね、カズを。おでん好きなんだわ、うまいんだおでん、おでん好きなんだよね。でもね、記憶上静岡おでんをまともに食べたことがない気がするんだよな、お隣さんの。イメージ的には静岡おでんってあんだけ黒いっていうか茶色いというか黒いから、味噌煮込みおでんじゃないのって思うんだけど、違うよって言うんだよね。え、違うんだとか思ってさ、ただ色が濃いだけだよっていうね。あのサービスエリアとか行ったりすると、それの缶詰とか売ってたりするからさ、あれちょっと一回買って食べてみようかな。イメージが湧かないんだよね。なんかそういう時に限ってなんかこう、そういう気分じゃなくて買わないっていうことが多くてね、おでん缶みたいなやつね、あれ。そう、結局ね、あの味噌煮込みおでんあるんだよ、スガキ屋から出てる。まあスガキ屋って言っても多分愛知県民ぐらいしか分かんないだろうけど、あのスガキ屋っていうね、ところから、スガキ屋のラーメンっていうとね、愛知県に来たらまあ一回食べてほしいような、まあ魚介系の豚骨ラーメンなんだけど、すごい美味しいの。魚介系ラーメンっていうのが、豚骨ではないな、すごい今何、愛知県民のソウルフードっていうのかな。まあ最近ちょっと愛知県から少し飛び出たところにあったりもするけど、そこが出してる味噌煮込みスープ、おでん用のスープが出てて、それやったんだけど、まあ甘かった。じゃあこれダメ、甘すぎるとか思って、醤油を足しまくって、じゃあ本当はね、赤味噌を足そうと思ったので、あの八丁味噌とか入れたりすると少し苦味が出て、少しね、少しあのアクセントになって美味しいんだけど、さあ食べようとか思ったら、味見味見とか思って味見したら、甘っとか思って、これダメだとか思って、でやっぱり味噌入れようと思ったら、赤味噌がねえって気づいて、え、どうしようどうしようとか思って、いやちょっと待って待って、味噌と醤油ってほぼ一緒だよなとか思って、入れたら正解だった。相当入れたけどね、ビショーって入れて絞って入れたけど、うまかった、あれは成功だった。ちょっと甘じょっぱいっていうとちょっと違うかもしれないけど、甘さがだいぶ抑えられてね、逆に甘さがちょっとこうアクセントになるぐらいのレベルでに持ってけたからよかった。うまかった。じゃあ普通のおでんね、白いね、だしのおでんにしようか、味噌煮込みおでんにしようかで悩んで、結局味噌煮込みおでんにしちゃったんだけど、味噌だれをねかけてね食べるとかね、あれも結構好き。あ、やばい、バッテリーがねえな。あ、でもいい時間か。まあ今日はこの辺にしますか。まあということでですね、味噌煮込みおでんね、愛知県に来たらね、美味しいのでね、食べてみてくださいね。薄いもつ煮みたいな感じ、じゃあ違うか、まあでもそんな感じか、よし、ということですね。まああとこの辺前回と同じような感じでね、撮ってきますんで、まあかね、光を照らしてですね、ボコボコボコってなってるのが撮れたら OK かなっていうぐらいを目安にするといいと思います。ということでね、ちょっと中途半端になっちゃいましたけど、今日はこの辺で、だまた。